夕方のチューリップ畑、ちょっと暗くなったけどどう映るかな。撮ってみます。今5時過ぎ、一番端っこ26列目。24列目は花数多いのとか、ちょっと終わり気味ですね。画面ブレブレですみません、ご了承ください。黄色ゾーン23列目赤はちょっと おしまいだな。22列目ピンクの混じり、とかイエローポンポネットは巨大。水仙いろいろだんだん終わりになってきましたね。水仙も花摘み忙しくなります。ここはにぎやかかな。品種別が多いチューリップゾーンです。20列結構にぎやかです。19列ここもにぎやかですね。今が見ごろでしょうか。こちらは上だけ品種別水仙いろいろ。ここは品種別上の方ムスカリ、あと品種別のチューリップいろいろ。スラワ、ドリーマー。16列目ここもだんだん咲き始めました。15列目いろいろチューリップ咲いてます。品種別多いかな。手前シークレットパフュームと、こちらベロナ。
次、オレンジゾーン。今が盛りですね、これ。ちょっと過ぎたのもあるかな。13列目、赤黄多めの国家園在庫処分品、2年目かな。この赤持ってなかったやつ入ってました。12列目、ここは黄色見頃になってきましたね。これも在庫処分品で3年前かな。国家園の在庫処分品で3年前入ってたやつ、選別したやつです。あとムスカリゾーンは花摘みしたとこもあります。こんな風にちょっと少なくなりました。手前、水仙タヒチ多め、これも妙見かな。ようやく咲いてきました。最後の方に咲く花、妙見。あとは残りこんな感じかな。黄色、遅咲きも咲き始め、花数多くなりました。あと花摘んじゃいました。ピンクと白と赤とチューリップ、あと水仙咲き始めたサーウィストンチャーチルです。こんな風に房咲きの水仙になります。たくさん咲き始めました。あと残りの水仙はだんだん終わりかな。ここのムスカリも満開ちょっと過ぎかな、満開くらいかな。とムスカリと品種別水仙いろいろとモンテカルロ、賑やかになったビオラパンジーです。あとアネモネパラッと咲き始めました。夕方の26列の花畑でした。